さんこんにちは、ケイズです。今回はね、本当にオカルトの話かもしれません。最近ね、YouTube で話題になっている、小麦粉洗浄、あるいはね、小麦粉コーティング、小麦粉と、シリコンオイルを混ぜてコーティングすると、シリコンオイルはね、撥水のはずなんですが、なぜか疎水、水がね、引くようになって全然ね、汚れが残らないで、非常にね、水引きが良くて、でそれが長持ちするっていうことがありました。で、使う材料はね、この家庭用の小麦粉とシリコンオイル、ね、これを混ぜて、本当に薄く混ぜて、ね、スプレーして拭き取るだけ、ね、で、これ本当にね、私もやってみたんですが、1ヶ月経ってもこのようにね、びっくりするような水引き性です。ね、いろいろ検証してみました。皆様、お楽しみに。
はい、皆さんこんにちは、ケイズです。前回のね、究極のシリコンコーティング、小麦粉とシリコンオイルを混ぜた、ね、なぜか疎水になってしまうコーティング、ね、してからね、実はね一月経過しました。その一月の中で実はね、台風が1回、雨が4回、実はね、今日もね、このように今まだ実はね、水たまりが ありまして、今ね、雨上がり、まだね、少しね、霧雨が降っている状態なんですが、この状態でね、一月経過しました。でね、実はね、CX5 まだね、一度も洗車していませんね。で、対比してこちらはね、 Nboxは撥水コーティングやってます。これもね、一月ちょうど前にやってるんですけどね、ちょうどいい比較になると思いますので、これからやってみたいと思いますね。でね、まあ私ね、実はね、なんとかいい疎水ないかなっていうふうにね、まずね、こっち見ましょう。分かりやすいようにね、ぐーっと寄ってみます。で、撥水コーティングですから、まあ、このようにね、水玉がね、どうしてもね、表面に残るんですよね。こういうふうに表面にね、表面、Nboxの方はね、撥水コーティングで表面に残ります。けどね、これが乾いていくと、このままね、ホコリがね、凝縮してね、水染みになってしまうんですね。ずーっとね、サイドの方もね、見てみましょう。はい、このようにね、水たまり、ね、水たまりがね、このようにね、たくさん、こういう風にね、たくさん残ってね、水滴がね、たくさん、まあ、撥水ですからね、このまま乾いてしまいます。でね、対してね、こちらね、今ね、水引きが良くて、 Nboxに比べると非常にね、水玉の数が少ないのが分かると思います。はい、それでね、ノーカットでね、これね、やってみたいと思います。これね、ちょっとね、引きますよ。わかりますかね、こういう風に。これね、ちょうど一月目です、ね、このようにまだまだね、一月経ちましたが、水引きがスーッとね、水玉になって残らないですね。当初よりはね、だいぶね、少し残るようにはなりましたけど、このようにね、水引きずっとね、玉にならずに、はい、引いていきます。ね、対してこっちはね、撥水コーティングの Nboxです。こういうふうにね、かなりね、やっぱり水玉が残るんですね。まあ、撥水ですからね。まあ、一月ですから、水玉の数は少ないとは言いながらも、こういうふうにね、水玉が残ってしまいますね。このまま乾くとまた、なってるんですね。今ね、これね、ノーカットでいってますよ。ノーカットでね。でね、比べてみます。これではね、ちょっとね、下地の色がね、黒と白で分かりにくいので、ね、こういうふうな、キッチンペーパーでね、ちょっとね、どのぐらい汚れを拭き取っています。ね、やっぱボディはね、この前タイヤが巻き上げたこのサイドシルね、ドアの下側でね、同じように比較してみますね。こういう風に拭いて、はい、このぐらいですね。水で濡れてますけど、黒いね、ホコリがついたような汚れって、ほら、全然ほぼないですね。これならね、私も満足しますね。はい、そしてね、また同じように Nboxね、新しいペーパーをね、出して、キッチンペーパーをね、出してね、これノーカットでいってますよ。ちょっとね、片手なんでね、まごまごしちゃってますけど、はいね。で、フロントフェンダーの後ろ側ね、この辺ね、汚れがどのぐらいかね、あ、意外とこれもね、それほど多くはないですね。多くはないね。確かにこれが正直なところですね。あんまりここでね、大げさにね、差をね、まくし立ててもしょうがないんですね。けど実際にはね、このようにね、撥水が粒のまま、これ多分ね、乾いていきますので、やっぱりこの違いはね、出ると思いますね。
ということでね、非常に安いね、自作のねコーティングでやった、なぜかねシリコンだけど疎水でできてしまうね、このコーティング、私としてはね効果というのは満足です。そしてね、もう一つちょっとね外れますがね、いくつか前の YouTube で上げました1年耐久のこの、ソフト99ブラックブラックですね。こちらもね、まあ、さっき言ったように、約1ヶ月経ちました。でね、台風ね1回、雨4回、実はね今日もさっきも言った通り、雨が降って、まだ少し、ね、今上がりかけてるんですが雨降ってるんですが、このようにね全然あのツヤツヤとしたねタイヤの黒光り残ってますね。これ見ても分かるように、実はね一回ね泥道も走ってるんですね。フェンダーの方にはね泥巻き上げて、このままの状態なんですよね。けどタイヤの方はねしっかりねこういう風に汚れも付着もなくて、まあいい感じでねあのタイヤも維持できてます、ね、ソフト99、ね、ブラックブラック、これがね本当の1年耐久っていうタイトルでね上げてますんでね、ぜひこちらの方もねご視聴ください。で、ね、思った以上にこの安いね自作のね小麦粉とシリコンオイルを混ぜたコーティングね、グルテンがね、シリコンをうまくね分散させて非常にね薄塗りで、それ多分ねそのグルテンが影響してなぜか撥水が疎水に変わってしまうね、私もうまく説明はできないんですが、もう説明よりもこのね実際にまあ水がね綺麗に水が引くほら水が引くね、汚れを巻き込みながら水が引いてくれるね、水が引いてくれる、ここですね、ここですね、これいい感じでね取れますね、水がきれいに引いて汚れなし、これね僕も自分でもびっくりするぐらいの効果の差ですね。でこういう風にねやっぱり撥水で、これこちらねワイフの N ボックスなんですが、撥水で水たまりが残るとね、ちょっとね今分かりにくいですが、こういう風にねまあこれもこうやって手でしごいてもどうしてもこう弾いてしまって、ここにまあ水が弾くんですけども、汚れがどうしてもね水が乾燥するに従ってギューッと凝縮してねなってしまうね、だから撥水自体はねなんか水が弾いて気持ちいい感じがするんですが、私身を取ってですねやっぱ疎水でなるべくスーッとね汚れを巻き込んで水切れしてくれるっていう方がね自分としては好みなんで、これがね自作で安い値段でねできるなんて思いもよりませんでした。はい、今回のケース信じる信じないは皆様にお任せします。はい、そしてねこういう今ちょうど雨が上がりましたけれども、雨の後でもね水の残り方ね、撥水でしたら撥水の N ボックスはこんな感じ、そしてね天井もこういう風にねたくさんこう水滴がはい残る、こんな感じでね残る、これがね乾燥していくとねやっぱ大気中のホコリを吸っていくんですが、 CX5 ねはいこんな感じですね、ボンネットの上はい少しね水滴ないわけではないんですけどね、この風にね水が引いてね、ここちょっとねカーブがきついところなんかももうほとんど水滴がない状態ですね。はい、天井の上もねこういう風にねほとんど水滴がありません、これ疎水になってますね。対してはい N ボックスの方はねこういう風に雨水がまあどっさりこういう風にねまあもう一月経ってますからね、少し弾き弱くなってますけど、それでもねやっぱ弾いてしまって、まあ、どっさり残ってしまってるっていう形ですね。はい、もう一度ねこちらがね、CD
パイプの天井の上ですね。もうほとんど水が引いてね、あまりないですね。非常に良好です。はい、ボンネット上ね、もう一度映してみましょう。こういう風に、ね、水引いてね、非常にあまり水が残ってない状態ですね。はい、これがね、上面、先ほどね側面を見せましたけども、これがね上面の状態の比較です。はい、Nボックスと、はい、CX5 の比較でした。はい、皆さんこんにちは。ケイズのまったりトークのコーナーです。このコーナーはね、ケイズの主観で話しております。ですので信じる信じないは皆さんの判断にお任せします。とはいえですね、今回は本当に俗に言うオカルトね、オカルト商品の話になります。ですからね、本当に信じる信じないは皆さん次第なんですけど、私もね本当に半信半疑で今回トライしてみました。けど真実でないかもしれませんけどね、事実ではありますね。でやってみて本当にね、ガレージの中にあった残り物でやってみた、でやってみたらびっくりね。でだから僕はね、信じて、真実でないかもしれないけども事実ではあったので、びっくりして、まあ、この動画を撮ったということになります。でね、やってみたのはあるね YouTuber さんの、やっぱり小麦粉洗車から始まって、小麦粉とシリコンオイルを混ぜて洗車してみる、これがね非常にイオンディポジットも取れて、で疎水で水が流れて、まあ、汚れがたまらないね、そういうものを見て私も実験して、実証したっていうことになりますね。で使ったものはすいません、もうね薄力粉全部料理に使って食べちゃいましたけど、今ね家の中に残ってるのはこの強力粉ですね。そしてねシリコンオイルね、で私皆さんがねよくあるシリコンオイル原液でコーティングするっていうのね、今信越シリコンさんの KF96 でやるのがものすごく流行ってますけど、すいません、丸ビのケーズは、丸貧乏のケーズは高いね信越シリコンさんのね買えません。だからねガレージに余ってたこれ1本ね660円の安いけどね、それでもねシリコンシリコンオイル 100% のね滑り用のシリコンオイルなんですね。でそしてねもう一つがこれもねオカルト商品といえばオカルト商品なんですよ。マイクロフロン2ですね、よくエンジンオイルに混ぜて攪拌して混ぜて、で静かになったり燃費が良くなったりっていうするものですね。でこれガレージにあったんでとりあえず入れてみたんですけど、マイクロフロン、まあ、これテフロンパウダーなんですね。テフロンパウダーは何百度に多分2、300度になっても溶けたりしないし、他のシリコンオイルに混ぜ込んでもですね、もともとシリコン、テフロンパウダーですから溶けたりしませんので、これは分散して、でね、その分散っていうのが多分ですよ、これも、まあ、オカルトですから信じる信じないは別として、小麦粉に含まれるグルタインが分散剤、あるいは乳化剤としてですね、本当に綺麗にこれも、全然ね水にシャカシャカしてもしばらく置いておいて、ボトルに置いておいてもそこに沈殿しないんですね。ですから乳化剤としても、まあ分散剤としてもこのまあね小麦粉のグルテンがね効いてるのかなっていうね勝手なこじつけをしてます。でやってみたらまあ通りだったんですよね。で実は私ね今までもシリコン原液っていうのはやったことはあって、まあそれも丸火ですから安いね、シリコンスプレーを直接やってみたっていうのがあります。でちょっと動画にもね貼り付けときますけど、やっぱりですね水はじきはいいんですよ。水はじきは良いんですけど、はじいたものはそのままね、水滴として溜まって、そこにホコリがついて、それがずっと水滴は蒸発して乾いていって、最後にはねホコリの収縮凝縮とかイオンディポジットになって乾いてしまう、くっついてしまうっていうのがあるので、結局僕は撥水ってなんかね皆さん
洗車した時には気持ち、あの水玉がつぶつぶになって気持ちがいいんですけど、僕自身はあんまり好きじゃなかったんですね。ケイズはね、今まで何を使ってかっていうと、ソフト993の、スムースエッグハイドロフラッシュを使ってたんですね。けどもね、あれがね、まあまあ水引き性いいんですけど、雨2回ぐらいにしか持たないんですね。やっぱり宣伝にはね、いいこと書いてるんですけど、雨2回ぐらいしか持たない。で、一月持った試しがないんですね。で、今回ね、一月やってみて、台風が1回、雨4回あったんですけど、その後でもですね、非常に水切れがいいですね。で、車って、サイド、前輪の後ろのすぐ下の、フェンダーとかドアの下の方が結構ですね、ホコリがついて、でそれが乾いて結構ね、うっすらとしたホコリじみっていうのがつくんですけど、今回ですね、ほとんど、ないとは言いません、ないとは言いませんが、ほとんどなかったんですよね。で、もう私ね、もうこれでね、非常に今のところ、今やってた、まあいろんなコーティングやりましたけど、今のところ一応これが一番ベストかなっていうふうに思ってます。はい、ね、今回本当にね、私もオカルトだと思ってます。オカルトだとは思ってますが、ね、そしてね、真実じゃないかもしれないけどね、事実ではあると思ってるので、今回の、ね、動画がいいと思う方はグッドさんね、で、そうかなと思う方バッとつけられても結構なんですが、今回は本当に私もオカルトだと思ってます。ですから試さずにバッドとか辛辣な言葉を書き込まれる方いっぱいいらっしゃるとは思うんですけど、ぜひですね、やってから辛辣な言葉を書き込んでください。見ただけでこいつくだるねとか嘘つきっていう風に書くのは簡単なんですが、本当にオカルトっていうのはね、やってみないとわからないです。で、試してみるのは本当にね、もう安いオイルで、シリコンオイルでね、いいと思いますので、本当にね、シリコンオイルって撥水のはずなんですよ。けどなぜかこれが疎水になってベターっと流れてる。で、他の先人の YouTuber さんも出してますけど、最初についてしまったイオンデポジットなんかも結構ですね、この小麦粉水だけで絡め取って取れちゃうんですよね。ですから非常になんかこの小麦粉のグルテンってなんか無限の可能性があるのかなっていうふうに思っちゃいました。正直なところです。はい、でね、今回のこの動画本当にね、オカルトかもしれませんけどね、僕は試してみてアップロードした次第です。で、もしこの ね一連のシリーズがいいと思えば、ケイズのね、チャンネル登録をしていただくと今後の、ファイトになります。皆様チャンネル登録よろしくお願いします。